皆さんこんにちは、おゆきです。 SLS3 通常と教習に対応しているクリア参考例見ていきましょう。まず1番、天人科で、天人科でコスト回復していきながら、ここボスステージになっているので、まずこの2番の直線攻撃っていう風にしているんで、ハッピーラプションかな、それを打ってきたら、天人科に打ってきたら、345っていう風にオペレーターを配置してください。はい、打ってきましたね。打ってきたらソーンズ、威嚇エイヤ、エクシアっていう風に配置していきます。でここまで置けたら、番号変わりまして、天人科でコスト回復で、無理のある左向きですね。で2番が通常エイヤーで、3番がスズラン、順番にオペレーターを配置してください。少し、下のバーの説明なんですが、赤色の線がムリナールの S3 を発動しているタイミングで、白い線のところがサイダーを、置いている期間なんですが、サイダーを置くタイミングっていうのは、なんかボスの、ギミックによって、この星が壊れるタイミング、あと連動とか編成しているオペレーターによって、完全に一致するってことは、ほぼないと思うので、考え方としては、ボスの頭の上にある星を、削る、3つある星を削るっていうような感じで配置してください。なので、こういう白い線と、あとちょっと薄めで繰り返しって、このビーってね、なんかあると思うんですが、長い線が、その期間は、あまりタイミングとかそんなに気にしなくても大丈夫だと思うので、星がある時に星を削るような形で配置してください。でここまで来たらもうオペレーターは配置終わってますね。最後天人科撤退させてマドロック配置、結構ね、やっぱりここのマドロック重要なんですよね。こういう、一人で受けれるようなオペレーターがいるかいないかで、ボスがこう歩いてくるゾーンを、ゾーンの被ダメージっていうのをすごい抑えることができるので、この喧嘩羊ね、強いんですよね。まずここ1個目のサイダーを置いて、星を削ります。でこっからは、さっきも説明した通り、星をね削るような形で、今1個星ついてるので、こんな感じで削ってダウンさせて、ちょうどね、ムリナールのスキルも発動しています。もうほぼダウンすると分かってたんで、これあらかじめ無理のあるスキル打ってます。回転率を早めるためにね打ってるんですが、この辺も、それなりにアレンジはできると思うので、なんか置くだけとかでやるより、今回やっぱギミックの使用上、このサイダーを使った方が、簡単にクリアできるんですよね。もちろん前半のなんか周回ステージだから SL8 とかはもうサイダー使いすぎると全然安定して自動式できなかったりっていうのがあるんですが、こういうステージ、S ステージとか EX ステージはもう一度クリアすればいいだけなので、クリアの難易度が下がるようにね、こういうギミックアイテムみたいなものは、使っていった方がいいかなと思います。メーコンとかもね、メーコンっつったら羊のメーとね、メーコン、あのメーコンと強人号のメーコンとかけてるっていうコメントを見て面白いなと思ったんですが、どっちのメーコンかわからなくなるな。はい、ここでちょうどボスダウンしているので、ムリナールの S3 を2回目発動しています。でこんな感じでね、また復活して星が復活するので、同じように、星を削るような形でサイダーを配置しています。なんかすごい複雑そうに見えて、やっぱりやってることっていうのはすごいシンプルになっているので、再現しやすいかなと思います。ぜひねこちらも参考にしてクリアしてもらえると嬉しいです。次は S4 なんですが、 S4 のステージはマジでお気に入りの攻略です。本当に
ボスステージより時間かかったんちゃうかなってぐらいね、時間かかりましたね。まあ、結果すごい満足のいく攻略動画になったので、ぜひね次の動画で会いましょう。ご視聴ありがとうございました。